青葉通一番町駅は宮城県仙台市青葉区一番町3丁目に位置する仙台市地下鉄東西線の駅。駅番号は T06。副駅名は藤崎前。当駅、新井駅間は仙石線との代替輸送対象路線に指定されており、当駅は青葉通駅が代替輸送指定駅とされている。東西線の当駅伊東区間が 運転見合わせとなった場合は、先席線への振り替乗車が認められる場合がある。青葉2と一番町の交差部に位置する。青葉2上には、西から大町西公園駅、東駅、東日本旅客鉄道青葉2駅の3駅が並ぶ。北に出口は、藤崎との連絡口で、本館地下2階、マイキッチンと接続する。その他、駐輪場用の出入り口が、 青葉通沿いに2箇所、自転車用エレベーターが1箇所。改札口が地下4階総東部、ホームが地下5階総東部にあり、地下1階部は地下駐輪場となっている。北1.2、南1の計3箇所。北1出口南1、出口北2出口青葉通り、一番町駅付近箇所は一番町駅。駅名検討委員会によって青葉通り。 一番長駅とする案が示され、採用された。なお、当駅と青葉通駅の間には、青葉通地下道が所在するが、両駅との地下通路による接続はなされない。ありがとうございます。